お願いします。お願いします。なんかどういうテーマ、なんか課題やりたいのありますか？ファーストボレーをテーマにやりたいと。おぉ、バッチリです。はい。OK。全員それでいいですか？はい、じゃあ、ね、サーブ&ボレーする感じ。はい。OK。じゃあ、ちょっと一回流れを横から見せます。サーブ打ってから、この目線がずっとこう一定にこうやって保ってて、ファーストボレーする瞬間、この時にちゃんともうバランスができて、例えばちょっとバランスボールみたいのに座ってるような感じの状態、この感じでボールを見れてる感じ。そう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 。ただこうやって走っていく時に、急にこういうバランスになった時に目線がこうやってブレて、ファーストボレーヒットミスしやすいから、基本的にちょっと見て。ああ、ナイスリターン、ナイス。ちょっとリターン良すぎるよ、それ。来ないじゃん。目線を一定に保ってボールのところに行って、こうスプリットステップした時にこういう風になったりしないこと。それでその後フォアボレーだったら右足左足、フォアバックボレーだったら左足右足、そういう時間がなかったとしたら、もうこうやってスプリットステップした時点でフォアかバックか判断して、フォアだったら左足をついて蹴り足にして右足をボールのところに、こういう風な感じ、ついてからじゃなくてよりも空中で判断できるぐらいが理想。ちょっと技術高いとこ求めすぎてる。多分できる、できる。よし、はい。ああ、ごめん、ごめん。おお。今のバッチリ、ファーストボール。ごめん、ごめん。オッケー、オッケー、オッケー。ああ、よし、ネットしてるときちょっとなんとなくこう下を見てる感じ、ちょっと空間のターゲットをもうちょっと上に上げて、上に上に振ってごらん、うん、OK、ふい、うまい、うまい、うまい。もう一回どうぞ、もう一回どうぞ。顔の位置を、サーブ、顔の位置があんまり動かないようなバランスでこうやって打ってごらん。はい。OK、OK、OK。もう少しその今のバックボレーの時に、大げさに左足の位置をボールの近くに入れて、その後打球方向に右足が踏み込める感じ。そう。その時に今もうこういうふうに頭下がっちゃって、体を起こして低くする時はこういうふうに低くなって、こういうバランス、こういうふうになんない、うん、よし、スプリットステップしてちょっと思いっきりメリハリつけていいよ。パンパンパンでいい。バックボレー狙う。ごめん。みんなもリターンやってもらいながら、見てもらいながらもやろうか。ねえ、ねえ。え？すごいの。
し、もう一回今のサービスライン、サービスライン、そこから左足、右足、そう、もう一回体もっと起こして、 OK、 で、もうほとんど時間ないんだけど、